斉藤ゆきのちゃん、斉藤ゆきのさんが来たんですか。これが日本一美味しい駅そばです。まあ、何ですか、ごめんなさい。今ね、クルミンから情報が入りました。そば鉄ファンでお天気お姉さんの斉藤ゆきのさんがなんと、姫路の、JR の駅そばにやって、来ているそうです。それでは行きましょう。はい、お情報によりますと、8月11日にリニューアルオープンした姫路駅在来線上りの招き駅そばにやってきたようです。はい、ということで姫路駅前にやってきました。入場券がこれです。はい、じゃあ早速行ってみましょう。行きましょう、急いで行って。あ、こっちじゃないな、電車が来て見えへんな。急げダッシュ。はい、斉藤ゆきなちゃん、ありました、はい、来ました。斉藤ゆきなちゃんは、いるんでしょうか。これですね、斉藤ゆきのさんが来たんですか。はい、午前中してます。あ、よくしてるね。ありがとうございます。はい、ということでこちらが8月11日にリニューアルした駅そばですね。店舗の外観はキハ58みたいなようだそうです。あ、皆さん写真撮ってますね。やっぱりこうやってね、絵も絵でしょ、絵と写真を融合させてるんですかね。結構リアルですね。昔バンタン線で走ってたようなスタイルのレッサーですね。こちらが新しくなって、以前は、こんな感じでしたね。かっこいいね。はい、メニュー表も書いてある。入り口が電車の入り口みたいになってますね。招きそば1949年って書いてますね。ここがね、開いてね、食料とかね、ここで、ね、ここが倉庫になってるようでしたね。足元広々と三角ビル。はい、メニューがだいぶ変わってますね。昔から変わらぬ駅そば、この辺が一緒です。あ、うどんは前からあったですかね。はい、新メニュー、朝9時より販売、カレー駅そば、イカ天駅そば、ビーフカレー、ちくわ味噌べ揚げ、揚げ駅そば。カレーあるの嬉しいですね。カレーとか確か前なかった。ちくわ味噌べ揚げ駅そばも前なかったの確か。前のサービスとかはあったと思うんですけど、夏限定とか、おろし、冷やしおろし牛カマとかね、いろいろ増えてますね。券売機で買うスタイルですね。購入表に書いてあるのか。あ、セットなんかもあるんですね。スケルク駅そばセット。ずらっと並んで書いてあります。あ、お水は自分で入れるセルフスタイルです。岩田の哲郎さんの作品が壁に書いてあります。春夏秋冬の中、岩田君だ。はい、リニューアルでね、お花が届いてますね。斉藤ゆきのさんが来たんですか。はい、あ、よくしてるね。ありがとうございます。じゃあツイッターで回ってきたんで、そばとか写真撮ったりしてインスタとか出してもいいですか。 YouTube でもいいですか。お姉さんダメですよね。ダメですよね。これが日本一美味しいと噂の駅そばです。天ぷらそば、黄色いおそばですね。あ、美味しそう。こちら天ぷらですね。
ありがとうございました。なんかリニューアルして何か変わったんですか？ことは。これ変わりました。中も変わった。中も全部。はい。値段は一緒ですよね。値段一緒です。変わってません。時間も、時間も。時間も一緒。メニューが変わった。あ、メニューが変わった。出たの。あ、増えました。失礼しました。はい、あれ。見てください。あ、変わった。ゆっくり。はい。外だいぶちゃいますよね。あ、向こうもなんか将来的に変わるんですか？儲かった。儲かった。ありがとうございます。作ってるお姉さんに聞いたところ、外観変わって中の値段と時間は変わってなくて、メニューがだいぶ変わってる。はい、ということで、斉藤由紀乃さんは本当に姫路に来て、焼きそばを食べたようですね。お姉さんに聞いたところ本当に来てたようです。ああいうことはできませんでしたけど、そばがリニューアルして、めっちゃかっこよくなってました。140円払ってそばを食べてきました。そばが360円だったので、なんといっぱい500円、あ、いっぱい500円しましたね。まあ美味しかったんで OK です。電車が来た。よし、今の列車と比べてみましょう。来ました。あ、でもあんまり変わらへんかな。